実験大好き MNF です。今回の話題はハムフェア2023年48時間追跡いたしました。あの中古機いくらで売れたのか、売れ残ったのか、値引きのタイミング、出品者側の心理状態、2日午後恒例の持ってけ泥棒大セール開催されたのか、2日間私が観察いたしました。実はこの情報、私が一番知りたかったのが正直なところです。可能のある限り情報収集させていただきました。最近買う側の心理もだいぶ変わってきております。驚きの値引きの実態についても報告させていただきます。1日目、10時前スタート時点の情報、こちらの方がね、初日ですね。初日10時からスタートだったんですけどね、実際はメディア申請をしておりましたので、9時過ぎにねちょっと入門させていただいて、で実際ねこちらの方のクラブブースの方は皆さんまだ準備をされてたんでね、9時半頃にね撮影した写真が多い状態となっております。ですからね、このような形でね、商品まだ売れてないんですよ。並べた状態なんでね、こんだけ商品があると、まあこれがねどのような形で減っていくのか、やはり10時前はねいっぱい商品があるんですよ。ただ10時をね過ぎて皆さんが入ってくるとね、もうカメラが入らないんですよね。すっごい人だかりで、人の体が映ってね商品取れないんでね、実際はね12時ぐらいまでね写真撮影がねできないような状態がね続いておりました。ですから10時前だからね、こんなに商品が綺麗でこういうアングルで写真が撮れたっていうのがね正直なところです。で、私の気になってたねこのハンディ機につきましてもね、ご視聴者様の中でねご購入された人がいて、で中身を点検しますとね非常に良い状態ということですからね、やはりこの商品見ていただいても分かると思うんですけどね、明らかに綺麗んですよ。ですから収集されてたやつをね、手放されたのが多分正解じゃないかなと思うんですよ。普通ですともっとボロボロですからね、この無線機はね全て綺麗かったですね。 IC2N が綺麗かったんでね、1台欲しいなと思ったんですけどね、あっという間にね売れてなくなっておりました。736とかのね、まあ値段はね確かに微妙なんですけどね、程度はね全然いいような感じだと思います。でこちらの方の 790S もね1200メガがないタイプなんですけどね、まあ普通に使う無線機としてはねなかなかいい無線機じゃないかなと思ってね目をつけておりました。であとね、私もこれ写真撮った後に気づいたんですよ。実際にね動画中でもご案内したと思うんですけどね、これ見て、あれ830足元に転がってると。で足元にねこれですよ、これ知ってる方は知ってると思うんですけど、これが転がってると、全くね商品を探してる時に気づかないような状況でした。八重洲さんのねこの無線機も合うと、これもね久しぶりに見た HF 機でした。この辺の無線機もね、やはりクラブブースさんによりましたらね、細かくね故障の状況とか点検した状態、まあ保証はできないと思うんですけどね、可能な限りはチェックしてちゃんと記入されてますからね、まあ買う時の参考にはねかなりなったと思います。でやっぱりこういうね比較的小型の無線機って今年少ないんですよ。で実際にね4週ぐらいしたらなくなってましたね。やはり持って帰るのに手っ取り早い無線機っていうのはね真っ先にね売れていってるような傾向でした。であとはねこういうようなアンテナチューナーとかもね、はっと気づくとね意外とすぐに売れておりました。でこちらの方もね、その後2日目になくなってた1台はねなくなってたような気がするんでね、HT750 も非常にね人気のある無線機です。やはり欲しい方がね持って帰っていかれたんじゃないかなと思います。こういうモビルアンテナもね、だいたい欲しい人がまとめて買って帰られるんですよね。だいたい買わない人は買わないと、買われる方はねまとめて 3、4本、まあ多分値引きもね入れられて買ってるとは思うんですけどね、意外とモビルアンテナって今お値段高いんでね、皆さんあさってね買って帰られてる方も多いような状態でした。であと気になったのがこの BCA のラジオなんですよ。で皆さんソニーのこれ見たら、うわー昔欲しかったわーなとか言うてね買いたそうな顔してる方たくさんおられたんですけどね、まずこれがね売れちゃってましたね。でその後にこちらの方ですね、これアメリカブランドのスタンダードですかね、ちょっと私もよく知らないんですけどね、こちらの方のね機械っていうのもねすぐに売れてるような形でした。ケンクラフトさんの方はね
2日目もね残ってるような状況でした。こちらの方のね羊羹、ご視聴者様からもねコメントがあったんですけどね、意外とコンスタントにね売れてる点にはね驚いたと。まあ意外とねこの手の無線機っていうのはなかなか売れないんですけどね、この辺の無線機はそうですよね、皆さんまだ使えますからね、程度で、あと微妙な値段で売れる売れないが決まってきますからね、この辺はね皆さん手に取りながらねため息つかれておりました。こういうね足元にある無線機チェックもね一通りされてるっていうことでね、意外とねすぐに売れていってね、地面の午前中にねかなりの無線機はね売れてなくなっておりました。ですからね昼以降行かれた方はね見ることがなかったと。やはり10時前だったからねこんだけ種類がありました。この上にある無線機もねやはり値段の安いやつからね売れていってるような形でね、懐かしの名機って言われるような無線機はね残っとるような傾向もありました。でこういうねオプション類は売れてましたね。お聞きしてもねやっぱり探してたみたいな形でね物色されて結構売れてるような状況でした。と人気があったのがこういう電池ボックスですね。ハンディ機の単三電池で動く電池ボックス、これはね結構売れておりましたね。さすがに充電式のバッテリーはねもう中身が劣化して使えないということで、中身抜き替える方法もあるんですけどね、もうあえて単三のね充電式の電池に入れ替えた方が早いからって言ってて、乾電池式の電池ボックスっていうのはねたくさん売れたということを言われておりました。こちらの方のね 101Z のシリーズ、こちらの方はねちょっとお値段がね微妙でしたね。まあ正直言うてねお話もしてたんですけど、 FM がないと最終版ではないんでね、やっぱりこの辺がね皆さん迷ってたと。まあ確かに FT101 ってたくさん種類があるんですけどね、やはり FM 付きと FM のないやつですとね結構値打ちがね違うそうです。コリンズですよね、結構このお値段ね思い切ったお値段ついてるんじゃないでしょうか。で結構手入れもねしっかりされてたんでね、まず受信機すぐ売れましたね。でこちらの方のね送信機も次の日に売れてなくなって、やはりコリンズはね非常に強いと、やはり程度がいい、お値段がそこそこっていうことでね、結構お持ち帰りは大変だと思うんですけどね、確実に売れてなくなっていっておりました。でこういうリニアアンプもね皆さんかなり迷われてたんですけどね、やはり程度がいいと判断されますとね売れていくと。こちらの方のねブースの方々っていうのは結構詳しい方々で、予備の真空管も多数ね販売されてたんでね、意外とね売れていってるような感じでした。で問題のねこちらの方のリニアアンプ、これもね結果的には売れていったような形ですね。やはりこれぐらいのお値段ですとね、まあもうちょっと値引きしたかなとか言われてはいたんですけどね、売れていってるような形でした。バード43が結構ね売れてると聞きました。この辺のね無線機申し訳ないです、この朝の時点はねまだ値段つけられてなかったんですよ。何本にするんかでね多分10時前だったんでね、皆さん迷われてたと。まあこんだけあるんですよ、10時前は人がね増える前はねまだ無線機があるような状況でした。でこの辺のね無線機はねやはり出品されてる方もねちょっと強気かなということでね、結構ねまだまだ残ってるような感じでした。気になりましたかね、この辺ですよね。であとこちらの方のね TS520 のトランスバーターですね、これもねどうなっていってるのか。であとこちらですよね、オートアンテナチューナーと VFO、 この辺もねずーっと気になって追跡していっておりました。で結構ねこのオートアンテナチューナーはすぐなくなりましたね。であとこちらの方のねトランスバーターも1台すぐいなくなったと。リニアの方もねなくなっていっておりました。スタンダードさん好きで持ってるんですけどね、意外とこういうモービル機がねなかなか売れずに残ると。でこちらの方のねコイルキットですね、これも山積みのやつがねだいぶやはり皆さんね知ってる方がね購入されていってましたね。コレクションされてたものをね手放すっていうことで持ってこられたそうなんですけどね、意外とこういうねコイルキットっていうのもね飛ぶように売れておりました。で問題はねこちらの方のね骨董品の真空管、こちらの方はねまあ2日間追跡させていただいたんですけどね、私が知ってる限りはね多分ギリギリにお聞きしても売れなかったと聞いてますからね、残念ながら売れなかったと思います。こちらの方はね一周した後ですけども、午前中ぐらいにはね売約済みになってたと。そこそこのお値段とね程度で意外とねこういう重たいもんもねすぐに売れていくと。重量級のねこの受信機 R390 ですね、これ台車付きなんですけどね、やはりこのスノコの下に台車がありましてね、これも込みやと。でお話聞きますとね、この台車がないと持って帰れないぐらい、確か30キロ超えるとか言ってたと思うんですけどね、一応持って帰れるようにするために
台車を用意したと。まあ、スノコにね、タイヤがついてるだけですけどね。まあ、これが売れるかどうかの瀬戸際でね、やはり会場内を何周も回ってる人が、次来た時にもう一回考えるからっていうことでね、何回もね、回って、お値段のね、交渉をしてたそうです。初日の午後なんですけどね、午後からだいぶね、値段が下がってきたと。やはり大物はね、早く売らないと売れ残るからっていうことでね、初日のね、午後からだいぶ値引きが入り始めたんですよ。こんな形でね、やはり残ると大変なね、無線機からね、だんだん安くなっております。こちらの方はね、まあこんな形で程度はいいんですけどね、コリンズよりもね、やっぱりドレークの方がね、ちょっと人気がないのかなというような感じでしたね。結構程度はいいと思うんですけどね、なかなか動いておりませんでした。で、ローテーターの方もね、去年は結構売れてたんですけどね、今年はちょっとね、以前ほど動きがないような状況でした。で、こちらの方のね、992はね、みんな欲しいなって言ってね、何回もね、お声がかかってたそうです。最終的にはね、売れたのは知ってるんですけどね、結構ね、売れぬまでに意外と時間がかかっておりました。で、こういうね、スピーカーも気づくとなくなってたんでね、やはり探してる方がいたんじゃないかなと思います。会場が開く前なんでね、値札がないんですよ。まあ、取り急ぎね、テープでね、動作確認済みっていうことでね、売られておりました。この101、この値段、最後までね、お伝えしますけどね、売れるのかなっていう形ですけどね、やはりここ AM であり、こちら見てもね、ワークバンドがないタイプなんですよ。確かに101の中ではね、やはりワークあり、ワークバンドなしでね、だいぶ値段が違うとは聞いてたんでね、こちらの方の商品はね、非常に値段が気になっておりました。まあ、とにかくね、1日目はこんな形で、午後からね、若干値引きがかかったと。ただ大きな値引きはね、まだまだかかってないような状況でした。2日目、商品追加ありました。早速2日目なんですよ。でね、結構ね、この無線機、見覚えないですか？もともとね、この足元にいっぱいあった無線機だったんですよ。要は上の無線機がね、だいぶ売れたからっていうことでね、上の方に上げられてきたと。逆に言うたら、下に会う時にはね、値札なかった、私もね、全く気づかなかったんですけどね。初日からあった無線機をね、まあ上に出されたような形ですね。2日目だったんですけどね。予備の玉もついて5万円スタートだと。まあこれどう思うかはね、皆さんの価値観だと思うんですけどね。ちょっと昔でしたらね、この外部 VA4 って結構高かったと思うんですよ。あとこれ皆さん見てください。これこれこれ。見たらわかると思うんですよ。あの某 YouTuber の方もね、結構これダイヤル値打ちありましたみたいな形で5個あったと思うんですけどね、この金属製のノブダイヤルなんです。これだけでもね、普通だと1万円ぐらいでね、売買されてると聞いたことあるんですけどね、ここまで全部ついて、で意外と程度もいいんですけどね、あの値段だったと。これはね、すぐに売れるんじゃないかなと思ったんですけどね、逆にセットすぎて売れなかったのかなっていうような感じでしたね。やはり830自身がね、最近もう一巡してしまって、で私みたいなまだ現役世代がね、持ってて就活をまだ始めてないんで、あまり市場に放出されてないっていうんですか、逆に言うと持ってるものはほぼ持ってて、逆に言うたらバラ売りの方が売れたんですかねっていう話をしてたんですけどね、まあ、やはりバラ売りにするともうややこしいことになるから、できたらね、このマイクロフォン含めてね、一式持って帰ってほしいんだよということでね、この商品が展示されてたんですけどね、ちょっと昔でしたらね、こういうものって10万超えてたと思うんですけどね、やはり皆さんの手元に一通り回ってしまうとね、なかなか動かなくなってしまったと。私も実はね、これ欲しかったんですけどね、まあお値段よりも持って帰るがね、こんだけです。手では持って帰れないんでね、箱はあるとは言われてたんですけどね、一部全部ではないんですけどね、やはり車でないとね、ちょっとこれは持って帰れないんだとね、思いました。で、あとこれなんですよ。これ見たらわかります。某 CQ オームさんのブースの端で特価品で置かれてたんですけどね、このバンドバスフィルター、コメットさんのやつなんですけどね、デッドストック品だったらしいんですけどね、これぞね、まさに抑圧とかね、渾身のひどい時代のね、 DX してる方のね、必需品だと思うんですよ。受信部の頭につけるね、大型のフィルター、これ昔むちゃむちゃ高かったんですけどね、驚くような値段、本当に安い値段でね、これ備品が販売されてたと。まあこれはもう二度と見ることないと思うんですけどね、あることに驚きました。で、あとこちらの方の無線機ですよ。こちらの方のブースさんってね、毎年確か出されてたと思うんですけどね、要は奥の方にあってね、気づいてなかったというか、お店の人が出してなかったと。で、昔はね、皆さん声かけてこれなんぼやとか聞いてたと思うんですけどね、
最近の方は机にある商品しか気づかないような傾向なんでね、2日目にね、前に出されたそうです。10時スタートの時点でね、皆さんこれなんぼなんですか、動くんですかどうかっていうことを質問されてたんですけどね、なかなかこの辺がね、店主の人もね、一部わからないと。まあ確かにこの値段ですよね、わからんし、持って帰ったら動かんからかなわんなみたいな形でね、なんぼぐらいで買うでみたいな形でね、価格交渉がね、2日目の10時からもうスタートしておりました。まあ意外とね、これらの商品っていうのもね、わずか1時間ぐらいの間にね、パン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 売れていったと思います。あとはこの後ろにもね、まだあったんですよ、いろいろと。ですからね、やはりこういうお店の場合は店主の方にね、積極的にアピールして、この無線機なんぼですかと聞いて、で意外とね、なんぼだったら買ってくれるみたいな形のスタートになりますからね、値段はね、言いようによったらいくらでもね、調整していただけるんじゃないかなと思いました。10時時点でね、もう値引き出てるお店が結構多かったです。微妙ですけどね、やっぱりつまみがないと、状態がわからんと、皆さん手に取りながらね、迷っておられました。こちらの方の無線機もね、最終的にね、まあ売れたんですけどね、やはりこの上部のパネルもなかったりしてっていうのでね、皆さん気になってたようです。で、こちらの方のね、IC901、こちらの方もね、新品だそうなんですよ。デッドストックに近い状態のやつだからな、できたら高く買ってほしいんだけどって言われてて、値段もね、なかなか聞ききれなかったんですけどね、こういうようなものもね、後から出始めました。実際ね、後ろにあったそうなんですけどね、なかなか置くスペースがないということでね、確かこちらの方もね、2日目の10時以降にね、出てきたような商品になります。やはり2日目に入るとね、微妙に値段が下がってくると、こんな形ですね。で、やっぱりね、この辺がね、思ったほど売れないっていうんですか、もうすでに欲しい方にね、一巡してる都合もあるんでね、売れてないのには驚きました。こちらの方もね、なかなか動かないと。出店者側の方とも話してたんですけどね、値段もうちょっと下げようかなとかね、2日目のね、12時時点でね、悩まれておられました。で、こちらの方はね、2日目の10時に行った時にね、新しく追加されておりましたね。で、こちらの方はね、さすがにすぐに売れたような記憶があるんですよ、意外と。まあ、知ってる方はね、375有名です。で、 EME のね、改造も受けてるっていうことでね、こちらの方はね、意外とすんなりと売れた記憶があります。で、この辺ももうなくなってきましてね、意外とこの VFO、 昔だとすぐ売れたと思うんですけどね、不思議なことに VFO がね、売れてないのには驚きました。こちらの方もしっかり残っております。こちらの方がね、確か15時ぐらいに回ってからね、マジックで値引きが入り始めたと。意外とね、皆さん値引きするときにはね、こういう形で思い切ってね、値引きされていっているような状況でした。結構なんぼにしようかでね、下げていっているようなね、状態でした。で、こちらの方がね、 CQ オームさんのね、2日目のね、商品になるんですけどね、まあお値段はね、ちょっと言うのも失礼なんですけどね、意外とこういう新品のね、バランとかね、こういうマイクロ、結構これはね、飛ぶように売れておりました。で、この辺もね、先ほどの養生テープから切り替わってるんですけどね、まあなかなか売れないということでね、結構皆さん焦られておりました。昼過ぎぐらいにね、この値段まで下がってきたと。まあそれでもね、売れないと。で、こちらの方はね、700S です。S ですからね、デジタル表示だから行くんかなと思ったんですけどね、もうここまでね、2日の午後下げられておりました。IC の方、こちらの方もね、LA1600 はね、もうすぐに売れてしまってなくなったと。2SK の241、こちらの方もね、2日目の午前中はあったんですけどね、12時前にね、全部なくなったと。やはり売れるものはね、一気に売れてるような状況でした。で、こちらの TNC100 円なんですよ。売れるのかな、売れないのかなと思ったんですけどね、こちらの方もね、気づきますと1台はね、2日目の午前中に売れてしまいました。で、最終的な話なんですけどね、こちらの方、リニアアンプ2台ともね、ちょっと値引きしたかなとは言われたんですけどね、すんなりと売れていったと。やはり売れるものはね、すんなり売れていったと思います。これね、1日目なかったと思うんですよ。2日目にドレイクのね、この無線機知っておられる方はね、 TR7 知ってると思うんですよ。で、故障箇所としましてね、ここにもあるんですけどね、7セグメントのここの表示が欠けてるっていうことでしたから、まあ逆に言いますとね、多分74系の IC か何かがね、ドライバーが下手ってるだけですからね、まあ交換したら直りますよねみたいな形でね、この無線機人気が昔はあったと思うんですけどね、なかなかね、動かないような状態でした。ただ2日目のね、午後になくなったんじゃないかなと思うんですけどね、ちょっとこの辺がね、14時ぐらいまではこの商品残ってる覚えがあるんですけどね、そこから以降ね、再開することができませんでした。こちらの方が電源ですね。これ重たいんだよねってことでね、やっぱり海外の無線機です。
電源が無茶重たいと。ここにね、サス端子があるんだよってことをね、ご紹介を受けました。で、ハンディ機の方のね、2日目、ここまで減ってきたと。やっぱり綺麗ですよね。で、こちらの方のね、C88 もね、知ってる方は知ってるんですけどね、こちらの方の液晶が下手って、要はもう、表示が元に戻らんような状態になってるんかなって見たらね、ちょっとだけ癖が残ってたんですけどね、やはりもう劣化で間もなくやられてしまおうかなということは言われておりましたけどね、非常にね、こちらの方の C88、程度はね、良かったと思います。もうここまでなくなってますね。やはりね、見た目綺麗な無線機っていうのはね、こういうハンディ機でもね、しっかり売れてるなと思いました。2日目、やっぱり売れました。まあ何回もね、迷ってたそうなんですけどね、結果的に2日目にはね、売れてしまったということを言われておりました。もうこの辺のね、スタンダードの機械もなくなってね、ケンクラフトはね、やっぱり微妙だったんでしょうね。これは売れ残った部類じゃないかなと思うんですけどね、こちらの方はね、2日目の15時ぐらい時点はね、あったと思います。で、ドレイコはね、なかなか動かなかったと。ほんまにね、驚くほどね、コリンズほど動かないと。値段は決して高いことないと思うんですけどね、コリンズよりもね、さらにドレイク、売れないような傾向をね、強く感じました。で、こっちの方もね、何回もご紹介しております。もう最後はね、ちょっと値段格もあれだからということで、アスコが追加になりましたね。もう聞いてくれと、交渉しますということでね、やはり2日目の午後からね、こういうモードに突入されておりました。この辺のね、大型機はすぐに売れていただきましたね。で、意外と850もね、ちょっとの間あったんですけどね、私が聞いた時には2万円でどうや、みたいな形で言われてたんですけどね、2万でもすぐには売れなかったんですけどね、2日目の午後になりますとね、パンとなくなったと。まあ、この辺はね、素晴らしいなと思いました。こちらの方がね、この値段ですよ。6K かな、多分半値まで下げられたと思うんですけどね。こちらはね、最後まで残ったような覚えがあります。やはり101といえどもね、ワークバンドのないモデルはね、人気がないなと思いました。もうこの辺がね、終了間近ですね。もうガンガン値段下げていってると思います。15時突入するとね、一気に皆さん下げてきましたね、さらに。もうガンガン赤字が入ってると思います。で、こちらの方もね、まあ聞いた値段ですとね、1万円まで下げたと言われてました。まあそれでね、売却済みになったそうです。で、この辺のリーダーもね、一気に売れていったと。やはり午後になりますとね、買い手がだんだんついていっておりました。最初人だかりが多くてね、近づけなかったんですけどね、各無線機が展示されておりました。気になりましたが、こちらですよ、PS5。これなんですよ。時計が入ってると。多分この機械だけだと思うんですけどね、こちらの方もね、会場内で動作確認しますとね、時計が動かないということでね、値段を下げられたと。だから値段が下がってしまったっていうんですか。最初は動いてたそうなんですけどね、結果的に壊れてしまったそうです。で、こちらの方もね、最初は値段がなかったんですけどね、この値段になってました。で、持ってけ泥棒なんですけどね、こちら15時時点だったと思います。こんな形でね、ジャンク無料。お話聞きますとね、3箱ぐらいまとめて持って帰られた方がいて、ただただでは申し訳ないからということでね、なんか少しね、お金を置かれていったそうです。ジャンク無料っていうのもね、やはり最終的にはね、実施されたクラブ局おられました。まあそんな形でね、まあ1日目、2日目紹介させていただきました。IC7300 驚きの値引き。2日目16時にご視聴者様がね、声かけていただきまして、少し会話させていただいた時に、たまたまね、紙袋から現行品の IC7300 箱入りをね、格安ゲットしましたっていう情報をね、お聞きいたしました。まさに現行のこのトランシーバーなんですよ。で、これはね、実は私もね、あるブースさんの机の上にボンと置いてあって、記憶はあったんですよ。ただ、お値段が私が見てた時には、ハムショップの中古ぐらいの価格ぐらいで売られてたので、これはちょっとネタにもならないなと思って、あえて写真を撮らなかったんですよ。で、その後お話聞きますと、16時前、もう終了寸前に交渉したら、この値段になりましたよっていうことを教えていただきましてね、他の方の迷惑になってもやばいなと思ってね、ここは伏せようかなと思うんですけどね。まあ一つの目安が、一回ぐらい故障してメーカーに修理出しても負けないぐらいのプライスっていうんですか。それぐらいのプライスでね、その方が手放してくれたそうですね。はい、私もね、その値段だったら買ったかもしれんなというような値段だったんですけどね。やはり人の心理、
もう16時頃になりますとね、みんな諦めて遠の昔に帰っちゃってる方、出品されてる方ですよね。もう16時になったら帰ってるような時間帯だったんですけどね。このね、無線機所有されてる方は、まあ16時直前に手放したような形っていうんですか。やはりお話を聞きますとね、持って帰るのがもうめんどくさいから、もういいわっていうことでね、話がついたそうです。まあこういう話もあるんだなと思ってね、私も驚きました。まあ取り急ぎはね、ちょっとした情報なんですけどね、やはり最後までね、お互いに交渉する価値っていうのはね、あると十分思いました。この話聞くと甘えのやるさにまあびっくりしたんが正直なとこです。まとめの方させていただきます。まあリアルイベント、まあ昔からね、この心理戦っていうのは当然あったと思うんですけどね、まあ最近ね、もう心理戦っていうのはね、終わったのかなと思ったんですけど、今年のね、ハムフェアはね、この心理戦がかなりね、闇が深い状態になっておりました。極端なこと言いますとね、1円の違いで売れるっていうんですか。さっきまで売れてなかったのに、ちょっと引いたら、あ、売れちゃったみたいな形でね、やはり皆さんね、目つけてるけど買おうとしない。ある値段まで食うとパッと売れるみたいな形でね、私もね、カメラを持ちながら会場内ぐるぐる回ってたんですけどね、ちょっと目離してる隙にね、売れる瞬間っていうのをね、見逃してしまっておりました。出品者の方もね、もう帰りも大変だからっていうのはどこ行っても同じこと言われておりましたね。やはり持ってくるのも大変、帰りしのね、荷物を減らすのか、大きな声じゃ言えないけど、帰りの荷物が多いとね、気が遠くなるから何とかしてほしいっていうね、心理状態でもあるとね、言われておりました。ギリギリまで粘り、ただし気持ちよくですよね。あまり無茶だね、もう値引き交渉っていうのはするべきじゃないとは思うんですけどね、お互いにね、妥協できる点まではね、まあ商談していって成立するような形の流れが最近多いですね。今も昔もそうなんですけどね、迷うようなものはまあ売れてしまう可能性もあると思うんですけどね、ギリギリまで粘ると。最近の傾向はね、このギリギリをね、強く感じました。通電確認できたらなーっていう話はどこ行ってもありましたね。なかなかこの通電確認ができないと。本当にね、皆さんこれがね、本当にただの重しになるかどうかが怖くてね、買えない方も多いんですけどね。やはりこの通電確認入れるのも危ないんですけどね。ただ通電確認するとね、商品のね、価値が高くなるなと思いました。あと駐車場までが遠いですね、この会場は。以前でしたらね、運が良ければ扉開けたらね、もうそこに駐車場があったんですけどね、もう今回のこの会場、近くに駐車場がないと、歩いて持っていくにも大変なような状態ですからね、皆さんね、これなんとかならんのかと言われておりましたね。まあある意味ポーターサービスじゃないですけどね、車をね、近くまで持ってくるまで預かってもらってね、手渡しするような場所っていうんですかね、まあそういうサービス、まあなかなかね、人のもん預かるっていうのも今難しい時代ですけどね、そんなサービスがないのかなとか、宅急便のサービスが近くでないと、これも大変でしたね。まあ皆さん困りごとありましたらね、ぜひともコメント欄に残しといていただければ、また私もね、関係者の方にお会いする機会あると思いまして、結構このチャンネルね、見ているようです。ぜひともね、こんなサービスあったら助かったなっていうことをね、特に中古ジャンク購入の方、このコメント欄にね、記載の方よろしくお願いいたします。今回はね、運営されてる方々も結構見てるって話聞いておりますからね、まあぜひともね、ご意見ご記入いただければと思います。まあほんとね、ハムフェアっていうのはね、人の出会いもありますけどね、もともとの原点っていうのが、まあ物販の機会っていうのも非常にね、重要だったと思います。まあこちらの方のね、価値っていうのがね、お値段しかり、あとはね、持って帰る手段しかり、いろいろとね、あると思いますからね、まあこの辺もね、改善できればと思っております。おそらでお会いする日、楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。